こんにちは、とうこママです。12月25日クリスマス。日本にはクリスマス休暇はないので、子供たちは学校、主人はお仕事でした。夕方5時、急いでクリスマスパーティーの支度を始めます。クリスマスといえばチキン。骨付きのもも肉を買おうと思ったのに、25日夕方のスーパーはすっかり通常モードなので、鶏の手羽元を買ってきました。鶏の手羽元でローストチキンを作ります。食べやすくするために包丁で骨と肉を切り離します。鶏肉の 1% の塩を振り、よく揉み込みます。すりおろしにんにくも揉み込みます。次に蜂蜜、肉に甘みをつけます。最後に黒胡椒。この後クッキングペーパーを敷いて鶏肉をのせます。いつもは醤油味の照り焼きチキンが多いですが、今日は塩味のシンプルなローストチキンです。クリスマスケーキ作んない？作るんだったらさ、机の上片付けて、みんなほら手伝ってもらわないと。いい？クリスマスケーキ作るんだったら、それ終わったらさ、いいところで片付けて。鶏肉が常温に戻るまで少し置いたら、200度のオーブンで30分ほど焼きます。さて、次に作るのは3種のキノコを使ったポタージュです。ブナシメジ、エリンギ、エノキを使います。エリンギは一口大の大きさに切ります。玉ねぎは2分の1個を薄切りにします。鍋にバターを溶かし、玉ねぎとキノコを炒めます。しんなりとしてきたら、水とコンソメを加え15分ほど煮ます。今日白い砂糖さ、わかったのよ、買い忘れちゃった。砂糖があるよ。茶色い砂糖しかないんだけど、生クリームにこれやったらさ、茶色くなっちゃうかな。でもさ、甘くないよりいいよね。ちょっと今日ごめんね。
ケーキに使う果物はイチゴと桃とバナナ。イチゴはクリスマスに合わせて夫のお父さんが送ってくれました。とても甘くて美味しいイチゴです。写してからさやるの？これをこんな風に取ってこうやって塗ってでここにこういうのあるでしょ？それをこれ。ああこう綺麗にするやつね。お母さん。ちょっとそれやめないでよ。桃とバナナはケーキの間に挟みます。待って、これってからね、一番上だからこれ乗せてクリームやってからね。すごいね。それでやるの？いろんな形でやってるじゃん。これは今あれ、ほら、なんか誰かペロペロしてる子いるやん。キノコのポタージュ。ハンドミキサーを使って滑らかになるまで攪拌します。生クリームと牛乳を入れます。牛乳だけでもいいのですが、生クリームを入れると濃厚なスープになります。次に作るのはタイのカルパッチョ。まずキッチンペーパーで水分を取ります。塩を振ることで余分な水分を抜いて身を引き締める効果があります。ほれほれお手伝い。はい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 。並べてくれる？いいよ。並べる。じゃあここに並べてって。クラッカーとカマンベールで簡単なアオードブルを作ります。続いてはベビーリーフとモッツァレラチーズのサラダ。モッツァレラチーズをちぎってのせるだけ。忙しいクリスマスは簡単が一番。
子供たちが作ってくれたクラッカーとチーズのオードブルも完成しました。ピザは冷凍のものを買ってきました。トースターで10分ほど焼きます。さて、タイの水分が出てきたのでキッチンペーパーで拭き取ります。タイを薄く切ります。少し前に包丁を研いだので切れ味は抜群です。お皿に並べてラディッシュスプラウトを乗せます。カルパッチョソースはオリーブオイル、レモン汁、醤油、黒胡椒。よく混ぜてから上からかければタイのカルパッチョの完成です。手羽元のローストチキンも焼けました。お皿に盛り付けます。それ何作ってんのまだ、うん、もうすぐ完成、うん、ロボット、そう始めるからさ、机の上きれいにして、うん、いい、パーティー始まるよ。夕方5時から作り始めたクリスマス料理、子供たちにも手伝ってもらい全部で7品ができました。時間がなかったのでなるべく手がかからないものを作りました。今日は主人も早めに帰ってきてくれたのでクリスマスの夜はみんなでお祝いをしましょう。シャンデリーも買ってきたんだよ。シャンデリーって何？え？もうここにあるんだよ。マヨネーズ？これなんかマヨネーズだ。なんだろう、子供のジュース。やだ、水じゃん。水じゃないよこれ。水、子供のワインみたいなジュース。ワインだけ。みんなコップ出して。いくよ、開けるよ。何？
食べていい？うん。いい？食べてちょっとみんなでいただきますよ。いただきます。いただきます。この動画が面白ければ、高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。